皆さん、こんにちは、マイカです。この動画では、南海電車、木島里玉出駅の廃線の歴史を見ていきます。南海電車は、1885年、明治18年に開業した阪海鉄道がルーツです。現在の木島里玉出駅にあたる場所には、最初、駅が作られませんでした。1898年、明治31年に阪海鉄道は事業を南海鉄道に譲ります。1900年、明治33年には南海鉄道を越えるルートで高野鉄道が建設されます。その交差部には小妻駅が作られますが、これが木島里玉出駅の最初の駅となります。その後は駅名変更、電化都市新設駅の開業、経営会社の変更などが起きています。1925年、大正14年に高野線の阿倍野駅は南海本線の岸の里駅と統合され、南海本線と高野線の連絡線が作られます。その翌年には南海本線が複々線、高野線、連絡線が複線となり、岸の里駅は大きなジャンクションの駅に成長します。この頃から高野線の実質的な起点が塩見橋から難波へとシフトしていきます。それから約60年近く、途中で経営会社の合併や分離があるものの、岸の里駅はジャンクションとしての機能を保ち続けます。1970年、昭和45年、岸の里駅の線路配置に動きが出てきます。高野線の運転本数が増え、南海本線の複々線の東側2本を高野線専用にします。一方、南海本線は高架化工事に入るため、岸の里駅の南側の複々線が複線になります。1973年、昭和48年、架線の電圧を600ボルトから1500ボルトに昇圧。南海本線の高架化が本格化する中で、1985年、昭和60年には高野線が分断されます。1993年、平成5年、南海本線の線路が高架となり、岸の里駅と玉出駅が統合されて、岸の里玉出駅となります。この時、東側の高野線はまだ地上のままです。1995年、平成7年、高野線の線路も高架となり、完全高架の岸の里玉出駅が誕生します。翌年には、高野線のホームがリニューアルされ、現在の岸の里玉出駅の姿になります。いかがでしたか？それではまたお会いしましょう。よろしければチャンネル登録をお願いします。